虎穴にラズンバの監督をさせていただきました大阪芸術大学映像学科の竹中貞人です。今回はですね、一流のジャーナリストを目指す主人公の高須が学生運動でこう有名な学生寮のポロロ寮というところに取材に行くことになるんですけれども、でもこの現代の学生たちというのは学生運動なんかは一切しておらず、こうのらりくらりとその学生寮で日々送っているんですけれども、でもこう記事になって有名になりたいって思いからこう嘘をついて学生運動を始めるというお話なんですけれど、そうですね、当時1960年代70年代に学生運動をしていた方たちっていうのは世間からこうね、やっぱり白い目で見られたりもするわけじゃないですか。だけどそのなんていうんですかね、熱量というかある種の輝きみたいなのが彼らにはきっとあって、でそれがその現代の僕たちにちょっと当てはまっているなっていうのを感じて、今回こういうことにしたんですけど、そのなんですか、22歳の僕たちっていうのはこう人生の分かれ道というか、例えば僕らみたいな映画のことをやっている人たちっていうのはある意味不安定な先が見えないというかことをしようとしているので、それになんていうんですかね、世間からはやっぱりちょっと白い目で見られがちな部分はあるんですけど、でもそこにある種の輝きがあるんじゃないかなっていう点がこう酷似しているので、今回作品のテーマとして学生運動というものを選びました。あれは和歌山のもうすごく田舎にある廃校、小学校の廃校を利用したんですけれども、でもその廃校っていうのがもう本当のもう何もない廃校で、撮影が8月からだったんですけど、それで7月いっぱいをその廃校を改装する時間に当てて、もう全員監督だ撮影部だ関係なく部署関係なく、もう全員の一人の男としてもう中の門を運んで入れてっていう作業を繰り返して、もう電波も届かない山奥だったんですけど、もうなんだかちょっと楽しかったですね、撮影関係ない部分で。今回の作品の見どころは、そうです、さっきも出たんですけど、その和歌山の廃校で僕ら1週間もう1日15分しか寝れなくてっていう中で撮影して、でそこは本当に携帯の電波も届かなくてお風呂もなくて、それでもうスタッフキャスト含め全員男だったんで、もうみんなで裸でこう川に浸かってみたいなことをしてて、だから結局そうですね、画面から男の汗の匂いがしてくる映画だっていうふうに僕は思ってるんですけど、その何ですかね、男の汗臭さをこう存分に寮のシーンでは感じれるので、ちょっとある意味こう画面から匂いが漂ってくるような映画というか、なんかそういったところを感じてほしいなと僕は思いますね。そうですね、虎穴にラズンバは本当に熱い熱量を持った映画になっていると思うんで、当日会場に僕も行きますので、良くも悪くも何か感想があれば言っていただけたら嬉しいです。ありがとうございました。